栄誉霊とは、軍隊が、元首や高官を迎えるときに行われる儀礼。栄誉霊の主目的は敬意を表する点にある。儀上とは、敬意を表する点の他に敬意する点に意義がある。また、取列とは敬意を表する点の他に送迎する点に意義がある。受霊者が、栄誉霊を行うべき場所に到着したときを呼び、これを離察するとき、儀上体が受霊者に対して、 捧げつつの敬礼を行い、敵意のないことを示し、同時に、軍楽隊が国家等をそうすることによって行われる。栄誉礼の後に、儀状隊の巡閲を行うことが通常である。受礼者は巡閲の際に、各隊員の眼光や容疑を観察することにより、儀状隊から部隊全体の連度や指揮を押し量る。そのため各隊員は巡閲の際は特に姿勢の保持と、 眼光に気をつける必要がある。旧日本軍の儀状隊は、天皇、皇族、大臣その他、あるいは、外国の王族、指針その他につけられた。編成は、通例騎兵、または、不評で、儀状隊と、儀状衛兵とに分かれる。儀状隊は、天皇が艦隊及び、軍隊の所在地に着御、または、発魚する場合、並びに、 特命検閲士が艦隊及び軍隊の所在地に着発する場合、鎮守府司令長官、陽光部司令官が初めて着任し、あるいは会食出発する場合その他に、安在所、艦長、旅館、停車場、鳩場館の土上に整列する。儀上衛兵は天皇が艦隊及び軍隊の安在所に退業する間、または特に命令のある場合、安在所及び、 旅館の護衛に当たる。儀状隊は、天皇には、大佐の指揮する一大隊、特命検閲士及び、陳述司令長官には一中隊、陽光部司令官には二小隊からなる一中隊を編成し、軍楽隊を付することを例とする。外国の艦隊司令長官あるいは、独立艦隊司令官が軍艦で軍港を呼び、陽光に入港し、公式訪問をする場合、 一中隊以内の儀状隊を供することができる。他に祝が、祭典及び総務の際は規定あるいは匿名によって、それぞれ儀状隊を出す。総務の儀状隊は、棺の前後に列して更新し、または途中、行列を排して、葬儀式場に吐列し、葬祭の終わった時これに敬礼し、長獣を発した後退去する。その人数は死亡者の関東によって際がある。 高等部官の葬儀には、儀仗隊は、軍学隊一体を付することが例である。相模の儀仗隊は、行進官、補聴を取ることなく棺の速度に応じて行進し、出従者は、不側で銃を頭に右肩に託し、重心を後方にし右手で重傷を握る規定である。自衛隊の栄誉令を受けるロナルド・レーガン、南進レーガン米国大統領夫妻と、昭和天皇。 ドナルド・レーガン・米国大統領に対する議場。中曽根康弘内閣総理大臣が順越に、同行するバラク・オバマ大統領に対する、ギズえ現在の日本でも、国賓等を迎えた場合、皇居宮殿到底、迎賓館赤坂里宮前帝、東京国際空港等で特別議場が行われる。特別議場においては、 陸上自衛隊第302保安刑務中隊から特別議員状態が編成される。また、勝負以上の階級にあるもので当人が拒否しない限り、式典等において栄誉令が挙行される。厳密には、本来栄誉令の受令対象ではないが、駐屯地もしくは基地裁における1日駐屯地指令に対しても栄誉令が行われる場合もある。無論この場合は、 イベント的な扱いで行われ、執行者である、駐屯地指令が一差色で当該のイベントつ日司指令が、たとえ、二差を、当日の指定階級としても、栄誉令が行われる。官府は二回もしくは一回。イベント的な扱いとしては、同様に定年退官する、部隊長に対しても官無府を一回とした、栄誉令を行い見送る行事が行われている、駐屯地もある。 栄誉令で演奏される栄誉令カン及び祖国は、眉泉と郎作曲のものが用いられている。海上自衛隊の不祥事の責任を取って辞任するため栄誉令を辞退した吉川栄二の離任式では栄誉令に代わり棒触れが行われた。栄誉令議場、都列自衛隊法施行規則第13条から第14条の2までの規定によると栄誉令 儀上及び都列の目的は次の通りとされている。栄誉霊祭目栄誉霊は例えば、次のような手順で行われる。栄誉霊等及び、礼法の実施要項について及び、栄誉霊の細部実施要領についてにおける、外国の受礼者の場合をもとに示す。なお、陸上自衛隊に関しては、議場隊の編成等に関して、若干の差異が見受けられる。具体的には、 編成は、受霊者に応じ1個中隊1個小隊を中心に、編成、指揮官は、3差3位までと受霊者に応じ変化がある。また、指揮典等にて、交換に対する栄誉令では、会場、関越部隊の制約等の事情がある場合等に限り、出従しない場合は、当中等の敬礼動作で、栄誉令とする場合もある。儀実施要領整列隊は、 呪霊者を右翼方向から迎える体制になるように、整列し、音楽隊または、ラッツパ隊は、ギツエ隊の右翼に、送迎者は、ギジオ隊の左翼に整列するのを例とする。呪霊者が臨場する、全敵儀の時期に、ラッツパにより、気をつけを礼する。栄誉霊式館は、呪霊者が、呪霊位置に着くと同時に、捧げつつお礼し、正面に対し、挙手の敬礼を行う。 疑似用隊員は、正面に対し、捧げつつの敬礼を行う。音楽隊は、指揮官の予礼と同時に総額準備を行い、指揮官の敬礼と同時に、受礼者の本国の国家の総額を開始し、同国家の総額終了後、引き続き、国家を奏する。立営者及び自立者は、正面に対し、挙手の敬礼を行う。送迎者その他近傍にあって、 英与令を指認できる位置にある自衛官は、正面に対し、挙手の敬礼を行う。指揮官は、国家の総額が終了した直後に、縦銃を礼し、総員元の姿勢に服する。指揮官は、再度、捧げつつを礼し、受礼者に対し挙手の敬礼を行う。議事用隊員は、受礼者に対し、捧げつつの敬礼を行う。音楽隊または、 ラッパ隊は、指揮官の予令と同時に総額準備を行い、指揮官の敬礼と同時に、栄誉令官府及び、祖国の総額を開始する。立栄者及び自立者は、正面に対し、挙手の敬礼を行う。送迎者その他近傍にあって、栄誉令を視認できる位置にある自衛官のうち、幹部自衛官及び、巡回医は、受礼者に整態し、挙手の敬礼、改装及び開始は、 そのまま姿勢を正す敬礼を行う。指揮官は、総額が終了し、受礼者が、元の姿勢に服した直後に、縦銃を礼し、総員元の姿勢に服する。準越指揮官は、受礼者の前方約3歩の位置まで前進し、挙手の敬礼を行い、先導する、胸の申告した後、受礼者の右斜め前方約1歩の位置を保ち、偽衛隊の、 隠列の前面を先導する。立衛者は、樹齢者の後方に位置し、順越に随行する。音楽隊または、ラッパ隊は、指揮官の敬礼と同時に総額準備を行い、樹齢者が、樹齢位置を離れると同時に、順越の負の総額を開始し、以後、樹齢者が、元の位置に服するまで継続する。指揮官は、順越が終わり、樹齢者が、 元の位置に向かう途上において、受礼者から離れ、元の位置で待機する。この際、要すれば、受礼者がそのまま元の位置に向かうように促し、以後の誘導は立営者が行う。指揮官は、受礼者が元の位置に服すると同時に、挙手の敬礼を行い、先導終了を申告する。送迎立営者は、受礼者を送迎者の隊列に誘導し、随行する。 送迎者のうち、幹部自衛官及び、巡回医は括弧に、挙手の敬礼、改装及び開始は指揮官の号令により頭右の敬礼を行い、目撃する。受礼者が遠ざかった、適宜の時期に、ラッパにより、別れを礼する。式典における、栄誉礼執行礼執行者臨場、舞台機をつけ舞台指揮官は、気をつけの号令をかける、師団、連帯等規模の場合は、 部隊指揮官の気をつけを予例として各中隊等の指揮官が気をつけの本令をかける場合もある。執行者は随伴者の誘導で指定位置まで進み部隊に整隊する。ただいまから行事を挙行いたします。執行者登壇、執行者に対し栄誉部隊指揮官は捧げつつの号令をかける。師団、連隊等規模の場合は 部隊指揮官の捧げつつを予令として各部隊の指揮官が捧げつつの本令をかける場合もある栄誉霊カンプ祖国を水槽、受礼者は全体を見渡す要敬礼を行う大抵の場合受礼者はカングリフの時は正面に祖国水槽の際に各部隊を見回す要敬礼動作を行っていることが多い栄誉霊カンプが成り終わり執行者が 敬礼動作から治るのを見計らい、部隊指揮官は、縦銃と号令をかける。師団、連隊等規簿の場合は、部隊指揮官の縦銃を余礼として、各部隊の指揮官が、縦銃の、本令をかける場合もある、順越部隊指揮官は執行者の目の前に進み、部隊指揮官の司会級と、人員等の報告後に、ご案内しますと右手を伸ばし誘導する。 音楽隊等は純越の歌を演奏し、同時に整列している、各部隊の指揮官は、整列休めをかける。栄予令受霊者は指揮官の誘導で部隊の前方を、右から左に向けて通過し、式典等においては、部隊は、通過時に気をつけの姿勢の後、頭右の敬礼を行う。部隊は、呪霊者が通過した後に指揮官の、直れに合わせ頭を正面に戻し、 整列休めの号令で整列休めの姿勢を取る。執行者が関越大等の位置に戻ったのを見計らい音楽隊は演奏を終了する。舞台指揮官の巡越を終わりますの報告で巡越は終了する。執行者訓示執行者の舞台休ませに合わせ舞台指揮官は整列休めを号令する。師団連隊等は舞台指揮官の予令後に 各部隊投資機関が号令をかける例もある。関越更新部隊指揮官の関越更新の体制を取れの号令により、各部隊がそれぞれ指定された位置に準備のために移動する関越更新部隊指揮官が先頭となり、関越更新を指揮する車両を上車時は、部隊指揮官は爆料が登場する数量の車両を随伴させ、自らは、 戦闘の車両の助手席に立ち関越行進の戦闘を切る。関越台数10メーター前に来ると、部隊指揮官は、党の号令を発して、右手を伸ばし、右の号令をかけると同時に関越台に向かって、敬礼しそのまま関越台前を通過する。その後すべての部隊が、関越行進終了したのを見計らい、関越台前に進み、 関越更新を終わりますと報告し終了する。受礼資格者自衛隊法施行規則第13条、第2項により、自衛隊の議場を受ける資格を有する者は次の通りである。天皇皇族衆議院議長及び参議院議長、内閣総理大臣最高裁判所、長官国務大臣防衛大臣防衛副大臣、防衛大臣政務官防衛大臣補佐官、 防衛大臣政策参与、防衛事務次官防衛審議官統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び、航空幕僚長国賓またはこれに準ずる、品格として待遇されるもの及び、防衛大臣が公式に招待した外国の品格前覚悟に掲げるもののほか、防衛大臣の定めるもの。使用小銃着検した M1 ガーランドを手に、 国民革命中列ホコラに立つ中華民国空軍の保証かる98キロを手に更新する。ドイツ連邦軍衛兵大隊多くの国では、銃本来の性能よりも外観や取り回しを優先するため、木製ストックが使われる第二次世界大戦頃の小銃やその外観を模したものを使用している。自衛隊の特別儀状隊では、警察予備隊時代から受け継いだ。 M1 ガーランドを使用していたが、2018年から、方は工業製の擬上銃で更新された。軍隊が使用する最新かつ、主力の小銃を傾向する国もあるが、近代的なアサルトライフルでは、弾装や小銃器が突出しているため、出銃動作銃の邪魔になり、特に全長が短いブルパップ方式の小銃を使う。 場合は縦柔等ができないため、新たな出獣姿勢を採用する場合もある。栄誉令の形式をめぐる議論自衛隊の栄誉令においては、天皇臨席の外国国賓等の議場体順越の際に天皇が同行しない。この点を、田畑根高参議院議員が参議院内閣委員会において指摘し、こういうようなことは、非常に我々としては何かしらん不自然な感じを受ける。 と述べたことがある。これに対して、政府委員からは、外国によりますと、外国の、いわゆる元首が、やはり案内しないで、日本の例のように、手前に立っておられるような例もあるわけですから、その方がよかろうというので、今のような形が採用されて、現在に及んだわけであります。と説明された。なお、天皇臨席がない時は、内閣総理大臣が、 国賓等の巡閲に同行する。警察においても栄誉令が行われている。儀状態の指揮官は儀礼等を、隊員は拳銃を着用する。警察内の各組織は一部を除き小銃等の下記類は装備していないため、栄誉令実施時の敬礼は捧げつつではなく、挙手の敬礼となる。東京消防庁の儀状態消防の儀状態は、武装していない。 民間の警備会社も大規模なイベント等で用心に、対する栄誉令を、警備業務として受け負うことがある。栄誉令の基本的な形式は、万国共通であるが、敬礼の作法や出従など細部に差異が見られる。また、常勤の制服とは異なる礼装を着用する国も、多く、旧宗主国や帝政時代の影響を受けたもの、民族色を強く意識したものなど様々である。 儀礼用の小銃に特別な木材を使用したり、クロームメッキを施し装飾する例もある。小銃には着剣するのが一般的だが、ドイツ連邦軍のように銃剣を廃止した国もある。栄誉礼は、英語圏ではガード・オブ・オナーと称するが、スポーツの試合でチームや個人を称える際にガード・オブ・オナーと呼ばれる栄誉礼に準じた入り退場のセレモニーが行われる。 ことがある賞賛する側のチームの選手は2列に並んだ花道を作り賞賛される側はその花道を一般的には一列で通過する引退試合の前にガードオブオナーを受けるジェイミーキャラガー近年サッカーチームはリーグ戦での優勝をすでに決めたチームに対して試合後あるいは試合前にガードオブオナーを作り経緯を示してきた ガードオブオーナーは場合によっては礼儀にかなっているとみなされるが義務的とは考えられておらず特にチームが激しいライバル関係にある場合はガードオブオーナーを行わない選択をすることもあるスペインリーグではパシージョと呼ばれるが過去にライバル同士のバルセロナとレアルマドリードが互いにパシージョを拒否したことがある J リーグでは2020年12月5日に行われた J1 第31節、清水エスパルス対川崎フロンターレで前節優勝を決めた川崎の選手を清水の選手が迎え入れるガードオブオナーが初めて行われた。清水の平岡弘明監督と運営サイドの提案によるものであるという。ガードオブオナーは個人の選手に対してそのキャリアが 特に重要な転換期を迎えた時に行われることがある。例えば、スコティッシュプレミアリーグのレンジャーズの選手たちは、引退するダドプルショに対して行った。チェルシーは、ジョン・テリーの最終試合において、試合の26分に、テリーが、途中出場する際にガードオブオーナーを作りピッチに送り出したが、これによって、試合の進行が大きく遅延したため論議を呼んだ。 オーストラリアンフットボールでは、選手は、記念碑的な試合や引退試合後にフィールを離れる。選手あるいはチームのために、しばしば、ガードオブオナーを作る。例えば1996年、フリーマントルは、クラブ合併前の最終試合となった、フィッツロイのためにガードオブオナーを作った。メルボルンとエッセンドンは2005年に、スマトラ島沖地震の犠牲者、 トロイブロードブリッジに哀悼の意を表すためにガードを作った。コリンウッドとノースメルボルンは両クラブで成功を収めたサベリオロッカの引退に際して2006年にガードオブオナーを作った。シニアの試合のハーフタイムに行われるリトルリーグでプレーした後、ジュニア選手らはシニア選手がフィールドに戻る際にガードオブオナーを作る。クリケットでは通常は 選手の最終試合において、選手の功績を称えるためにガードオブオナーを用いる。選手のチームメイトあるいは対戦相手は、バットを斜めに掲げて、トンネルを作り、栄誉を受ける選手が歩いて通り抜ける。また、世界記録を破った時など、歴史的な節目を示すためにも行われる。ボーラーが引退するときは、選手が最後にフィールドを離れるとき、 あるいは重要性のある会場における最終試合でプレーするときに一般的に行われる。近年、バルビール新シ,シニアやジェイミー・ドワイヤーのように自国のために価値のあることを成し遂げた人物のためのホッケー選手の間でガードオブオナーが行われる。ただし、師団等の創立記念における小ホタル副師団長への舞台による敬礼は、当中の敬礼が行われることが多い。 自衛隊法施行規則第13条、自衛隊法施行規則第14条日本における法令上の表記は、と列。自衛隊法施行規則第14条の2過去に、おいては、北部方面隊、総体50周年記念行事における、関越館に対する栄誉令は、会場が、札幌ドームであった、関係上重機の保には持ち込めに制限があり、当中の敬礼をもって、 栄養令が行われた。基準であり、編成は状況により変化する。小補職は4個ある冠無リフのうち音程の高い、順に1を呼びに、小補職は冠無リフの1、または3と4を推奨し、当該階級、序列を示す。例としては、旅団長に対してと、団長や小補職の部隊長に対する、冠無リフは音程に大きな違いが明確になっており、 便宜上官、不一を一番音程が高い官無理府とすると、官無理府一を最初に推送師団長や小、捕食部隊長へは2回目を3番目または4番目の2回に、対して、旅団長に対しては、官無理府1と、官無理府2を推送している。議場用として需要があるためスプリングフィールド、アーモリが、第二次世界大戦後も生産を継続していたことから、 多くの国で採用されていたが、生産終了により2010年頃から老朽化が始まっており、コピー品や外観が類似した、偽上専用卸への更新が始まっている。サイモン・ダンステン、ザガーズ、ブリテン、S、ハウスホールド・ディビジョン、ロンドン、ウィンドロ・アンド。 グリーン、ISBN 978から1から859150627昭和36年4月4日参議院、内閣委員会における質疑応答。ON ガードホワットイズ、エイガードオブオナーデュー、ワトフォードハブツーギブワンツーチャンピオンズチェルシー。ザさ n 二千十七年十二月十九日閲覧。ハイバーニアンウィルノットグラントハーツ、エイガードオブオナー。 エディンバラニュース2017年12月29日閲覧山下幸四郎 J 発のガードオブオナーに感じたサッカー王国静岡の懐の深さサンケイスポーツ https www.sanspo.com アーティクル 20201208n3dj6k7m4 ロー3 0 7 4 2 3タルカルディ 2020年12月8日閲覧。フットボール、テアリオダド、プルーソブレイクス、ダウニアズ・ゲス・スターズ・ギブ・ヒム・アイ・エモーショナル・センド・オフ。デイリー・レコード、2017年12月29日、閲覧。ジョン・テリー・エスニシックス、ミニット・ガード・オブ・オナー・センド、オフ・アット・チェルシー、フェア・オア・ファース。ザ・ガーディアン、2017年12月29日、閲覧。ペドラー、 エマ、ポートパワーミストアワーガードオブオーナー。https コロンスラッシュスラッシュオープンドット abc n e t net au ポスツ、アワーサイドラインスナブマイナス6 4 r キロ、7 h p ありがとうございます。